こりゃ。開けるか普通その勢いで。どうしたんですか。あ、ベルトですね。どけ。え、ちょっと、はあ、先輩、ベルトならここに。掃除。え、掃除道具全部出せ。掃除道具、掃除機なら出しっぱなしに。どこだ。ベッドの上です。ベッドはどこだ。そこです。あ、なんなんだこのゴミの山。俺が全部撤去してやる。あー、ダメです。この段ボールには必要なものがたくさん入ってるんです。学校の道具とか。あ、あー、この段ボールの中には実家からの食料がたくさん入ってるんです。これがないと死んじゃう。あー、ダメです、ダメです。ほら。ふざけんな。おい、ほら、これはなんだ。多分クリームシチューです。クリームシチューは黒いのか、トグロを巻くのか。はい、1年も経つと。おい、このイクラはなんだ。ご飯です。おい、このキノコは何だ。洗濯物です。ふにゃブラちゃん、ふにゃバスキュ。黙ってろ。何やってんだ俺。やっぱゴミがないと全然音が違うんですね。なんだこの匂いは。あ、先輩、俺に手料理作ったんです。どうぞどうぞ座っててください。いいよ俺は。いいからいいから。おけつ占い。はい。なんだこれ。アジの干物のマヨネーズ添えです。だからこの黒いのはなんだと聞いている。アジです。炭だ。殺す気か。手料理というならこれくらいのものを作ってから言え。いやー、すごいすごい。何ですかこれ。ビレリゲアラパンナコンイブロッコリー。おいしい。すごい。お母さんのよりうまい。天才ですよ。そこまで。のだめ感動です。今度はもっとうまいの作ってやるよ。やっせ。どうしたんですか。せっかくつっかえずに最後まで行けたのに、またなんか変でした。変。どこがですか。臭い。え？お前の頭臭い。そうですか。ちゃんと3日前に洗ったのに。3日前。お風呂は1日おき、シャンプーは3日おき。こう見えても結構綺麗好きでしょ。何がこう見えてだ。見たまんまじゃねえか。やめて。一体どういう教育を受けてきたんだ。やめて。何やってんだ本当に俺は。あー、気持ちいい。のだめ今こんな気分です。俺はこんな気分だ。え、犬？どんな犬ですか？ゴールデンレトリバー？チワワ？柴犬かな？お前って
ビエラ先生に似てる。やっぱ変わってんな。なんですかそれ。